はい、こんにちは、コナモトチャンネルのコナキチです。今日はですね、バイクの話ではなくてカメラの話になりますが、ようやくね、こちらのカメラですね、GoPro Hero 11 mini が、届いたので、ちょっとねテスト撮影に来ております。まあ家の近くなんですけれども、今日の目的はですね、1回の充電でどれぐらい録画ができるかということで、来ているので、このままねちょっとね流しっぱなしで、走っていこうと思います。まあ家の中でもある程度はできるかもしれないんですけれども、まあ、手ブレ補正が、かかった状態、まあ、実際にね、バイクに乗ってる状態でどれぐらいかかるかっていうのがやっぱ知りたいので、今回、走っています。まあ、都内の方ちょろちょろと走ろうと思ってます。そして今設定が 4K の 60fps、画角は広角です。 GoPro のスーパービューとか、まあ、今回ね新しく画角の広いハイパービューっていうのが出たんですけども、好きじゃないんですよ。なんぜかっていうと、あの縦がね潰れちゃうんですよね、 GoPro の場合。DJI アクション2を使うようになってからはそっちの方がねすごく自然に感じてしまって、逆に GoPro の方ってなんでこんなに縦が潰れちゃうのみたいな感じで、あんまりね好きじゃないんですよね。それでですね、 GoPro Hero 11 mini、 こちらの方ね結構ね小さくてモトブログにいいんじゃないかなと思って、検討されてる方結構いらっしゃると思うんですけども、癖があるので、癖というかですね、まあ仕様の問題があってまだちょっと早いんじゃないかなと。まあサブカメラであれば全然問題ないと思うんですけども、メインで GoPro Hero Mini を買うとですね、元ブログに使うときにねちょっと不便なので、そちらの方を説明していこうと思います。まず最初にこの GoPro Hero 11 mini を購入するにあたって、公式のページをねくまなく探していたらですね、まず MAX レンズの方が近日発売ってなっているんですよね。今でも多分なってると思うんですけども、まあ、実際ですね GoPro Hero 10につけている MAX レンズを外してこのミニにつけたんですね。でミニにつけると物理的にはつくんですよ。あのサイズが多分 ほぼ一緒なんでしょうね。あの別に取り付けに苦労したところはないんで、サイズは一緒だと思うんですけども、物理的にはつきました。ただし普通の魚眼レンズのままでしたね。ということなので、まだ今まで販売していた MAX レンズでは対応していないです。新しい MAX レンズを待つしかないんですよね。ただねどうなんでしょうね、11の方が対応していてミニが対応していない、これなんか意味があるのかなっていうのもあるんですね。新しいあの MAX レンズが出るということなので、私の、まあ、勝手な想像、まあ、予想なんですけども、センサーサイズがね縦あの今回 GoPro 変わったので、まあ、それを加味して考えると MAX レンズでもね 4K のね動画が撮れるんじゃないかなっていうのはね、ちょっと考えてはいるんですけども、もしそうなったらねいいですよね。今は 2.7K なんで。そしてですね、懸念されていた熱停止の話なんですけども、これがですね今までの GoPro だったら動かなくなっちゃった時にバッテリーを抜き差しすれば回復したんですよね。でも今回のミニはバッテリー内蔵なので、その辺どうなのかなと思って家の中で確認したんです。部屋の中今25度ぐらいなんですね。25度で無風状態で長回しをしたら14分58秒で停止しました。で停止した時に再度電源を押したら電源つきましたね。でこのミニの液晶って小さくてあと見づらくて、もしかしたら間違ってたかもしれないですけれども、なんかね一応インジケーターの方に熱がどうしたこうしたっていう風な文字が出てたような気がします。なので熱停止をしても一応電源をオンにすればまたあの撮影はできそうなんですけど、まあもともと暑いので次もすぐ止まってしまうんじゃないかなと思います。でヒートシンクがついているので、元ブログで使う分には、まあ、ほとんど、ね、熱停止することはないと思うんですね。今までも私は元ブログで GoPro 熱停止っていうことは1回か2回ぐらいしかないんですよね。
なのでその辺についてはねすごく安心なのかなと思ってますが、それでですね私、熱停止した後に、すぐ USB で、充電を開始してしまったんですね。そして、朝そういえば充電してたわみたいな感じで取りに行ったらですねなんとですねミニ全く動かなくなっちゃってました。電源全然 無反応でもう本当にね分鎮状態っていうのがねこのことなんじゃないかと思って、その時のね映像を撮っておけばよかったんですけど焦っちゃいますよね。来たばっかりの GoPro でもう電源が全く入らなくなってシャッターボタンも無反応ってなっちゃってバッテリーも取れないんですよ。わやっちゃったな1日目ですで、すでに分鎮かよみたいな感じだったんですけども、まあ、これがですね正しいかどうか公式の方では言ってないんですけれども私の場合は電源ボタンを長押しですね、まあ、体感10秒ぐらい、まあ、多分おそらく5、6秒ぐらい長押しをしたんだと思うんですけどもそうしたらですね復活しました。なのでもしですね GoPro Hero 11 mini を購入して熱停止をして、分鎮になってしまったら一応電源ボタン長押しすごく長押しですね、試してみてはいかがかなと思います。ということでこのねミニはバッテリーが外せない背面液晶がついていないとかなのでまあ室内で使うのはちょっと熱停止のこともあって、非常に難しいんじゃないかなと思います。まあ、その代わりねこういった元ブログには、まあ、軽くていいんですよね。確か重量が 20g ぐらいしか違わないんですよ GoPro Hero 11と。でもですね筐体が小さい分だけね風の抵抗が少ないので思った以上に軽く感じます。まあ、特にね私の場合 GoPro で撮影するときってメディアモジュラーつけて外部マイクつけていたのでそれを加味するとですね 20g 以上の差はあるんですけども、軽くなったので非常にいいですね。で今ね、外部マイクの話をしたんですけどもこれがですねちょっとモートブローグに対してねまだ買わない方がいいよって言った部分なんですけれどもまだですね外部マイクに対応してないっぽいんですよね。全部が全部試したわけではないんですけども、まあ、USB のマイクを何個か試して USB 変換も試して、全部ダメ。もともと GoPro ってマイクアダプター売ってるじゃないですか。あれ私持っているのでもちろんね10でも使えるので、まあ、おそらく11でも使えると思うんですけどもそちらを今回、つけてみたんですけれどもやっぱりねマイク反応しないんですよね。一応ですね GoPro のマイクアダプターを経由で USB から充電することはできました。なので、まあ、これはね多分新型のカメラが出た時ってマイクアダプター、対応してませんよっていう時もあったのでバージョンアップこちらでを期待して見るしかないのかなという感じですかね。今のところは外部マイクはつけられません。マックスレンズはつけられませんというような、今状況ですね。はい、ということで今ね撮影し始めて15分経ったんですけど、まあ、家で、その無風状態で確認した時にはもうこの時には熱停止してたんですけれども今は大丈夫ですね。それとですね背面液晶がないということで画角を調べるとしたらアプリ経由で画角を調べるしかないんですね。どういう感じで映ってるのかちゃんと水平撮れてるのかとかそういったものはアプリを通してモニター側にして使うんですけども GoPro はですね録画中はモニターがね映らないんですよね。でミニだから完全にモニターがない筐体じゃないですか。なのでもしかしたら録画中にも、映るんじゃないかなと思って、期待はしたんですけどやはりねこのような状況ですね。プレビューは使用できませんという形で出ます。フォトブログで、ヘルメットとかにつけて基本的に、設定はいじらないもう画角もいじらないというような使い方になるのかなそれがいいのかなというのが結論ですよね。
液晶画面が小さいだけで設定するのに、私は中華アクションカメラ結構使っていたので、意外とね、電源スイッチとシャッターボタンでこう項目を変えていくっていうのは慣れているので、そんなにね苦ではないんですけど、だからまあ液晶画面が必要かっていうと、必要じゃないっちゃ必要ないですよね。ただやっぱり設定はめんどくさい。だってアプリもね、結局プレビュー映すのに最初の1回目ってすごい時間かかるじゃないですか。めんどくさくなるね、アプリにつなげるのもね。もう価格とね、どんな映り方が決まってる使い方をする分にはすごくいいのかなと思いました。なんで GoPro 大好きなんですけど、11もね買う気にはならなかったですね。サイズ的にも筐体的にも一緒なので、やっぱりこうセンサーサイズが変わって映りが良くなったとは聞くんですけども、私も実は GoPro Hero 10とか9ぐらいの画質で十分綺麗だと思っていたので、そんなには魅力を感じなかったんですね。やっぱり DJI 製品のように、こうなんていうのかな、イノベーションを感じるような製品ではないじゃないですか、今の GoPro 11って。ちょっと興味がなかったんですけども、ミニが出るということで、この小さい GoPro っていうのはやっぱりこう魅力を感じて、今回ミニは買ってしまったんですね。実際ね、このミニ、競合になるかどうかはわからないですけども、 DJI アクション2っていうねカメラがね、あって、結構好きでしょっちゅうね自撮りの方で使っていたんですけども、あのカメラなんですが、要するにマイクロ SD カードが使えるとか、例えば内蔵メモリーも64だとちょっとギリなんで 128GB、 こちらのねサイズがね使えればですね、史上最強のアクションカメラだったんじゃないかなと思ってるんですよ。 DJI さんね、ちょっとねアクション2ね売り方間違えてしまったんじゃないかなと思っているんですけど、本当に内蔵メモリーだけでも128にしたらもうすごい使い勝手が良くなります。プラスもしね、DJI アクション4という形で2のね進化バージョンが出るっていう、ことがあるんであればですね、ぜひね内蔵メモリーで 128GB、そしてですね、ワイヤレスマイクに対応していただければもうこれ完璧です。相当売れるんじゃないですかね、値段にもよると思いますけど。それぐらいねアクション2っていうのはすごくイノベーションを感じて、私はすごく好きだったんですね。で、かたやですね GoPro このミニに関してなんですけど、 SD カード入るんでこれだけで使うことができて、もちろんねモバイルバッテリーとかで充電しながら録画ができます。現時点ではアクション2よりも使い勝手はいいかと思うんですね。外部マイクに対応できていればなかなかねいいカメラではないかなと思うんですが、このね GoPro のねマウント、今回ね背面にもねマウントつけられるようになっているので、使い勝手は良くなったんですけども、やっぱりですね DJI 製品のようにマグネットでねカチャカチャつけられるようになことに慣れてしまった身としてはですね、まだスクリューで回すのかよみたいな、そんなのがありますよね。でも2つついたんでね、結構ね面白い使い方できると思うんですよね。自撮り棒をつけといて、それをポケットに入れて他の使い方マウントをつけたりとかね、使っていくうちにいい使い方ができるかもしれませんけど、やっぱりねマグネットに慣れてしまうとちょっとこれも物足りないかなと、思っております。それとですね充電の方なんですけども、やっぱりねアクション3充電早いんですよ。なのでそれからするとこの GoPro ねバッテリー充電するのに結構時間がかかるので、それもねちょっとねいやどうなのかなと思ってます。GoPro ってすごくこうやっぱ定番で人気があるじゃないですか。でもねちょっとね最近 GoPro って怠慢だよね。 GoPro って実はですね新製品を発売する前に1月から3月ぐらいだったと思うんですが、お客さんにアンケートをねするんですよ。でこういう機能はどうですか、ああいう機能はどうですか、値段はいくらですかって、いくらがいいですかとかね、そういうようなアンケートがね来るんですよね。で今年のはですねもうやたら液晶がない
カメラどうですかみたいな感じの内容が多かったんですね。それから考えて、あ、納得だなっていうのがありました。ということで、ここはダイバーシティの方あたりですね。ユニコーンガンダムとかが見えるのかな、どうなんだろう。あ、ユニコーンガンダム見えるんだね。あら、結構見える。だけど多分アクションカメラだとちょっと厳しいと思いますので、まあ、とりあえずちょっとまとめてみようかな。GoPro Hero 11 mini を購入して気になる点を今回チェックしてきました。まず今やってるのはどれぐらい長回しできるかということですね。今はまあ42分なんですけども、まあ、それ以上は撮れるぞと、いうことです。そして、マックスレンズモジュラー、これは既存のマックスレンズモジュラーにはまだ対応していません。対応するかどうかも分かりません。というのはね、公式の方で新しいマックスレンズモジュラー近日発売になっておりますので、古いのが対応するのか対応しないのか、定かではないです。ただし物理的に、つくことはできます。その場合はただの、魚眼レンズになりますが、つくことはできます。装着することはできるということです。そして、GoPro Hero 6から発売されているマイクアダプター、外部マイクアダプターですね、 GoPro 純正のもの、こちらの方は、マイクは、反応しませんでした。ただし、それを経由して充電することはできます、ということですね、あとアプリの方は、まあ、今こうやって分かるようにプレビュー画面は、録画中はやっぱり出ないということです。そして熱停止した後に、分鎮化してしまった場合、私がやったのは、電源を、体感で10秒ぐらい、まあ、要するに長押しということで、それで復活しました、ということですね。あと何かあったかな。ちょっとね、アプリをあんまり僕アプリ使わなかったんですけど、久しぶりにアプリをね繋いでみて気づいたんですけど、 GoPro を探すみたいな機能があって、 GoPro 音鳴らせるみたいなんですよね。ピッピピッピ、あれね、いいなと思いました。私 GoPro Hero 9をね、林道で落としてしまって、まあ、2時間ぐらい探したんだけど結局なかったんですけど、まあそういった時に、まあ、音でも知らせてくれるっていうのはね、いいなと思いました。これあれですね、一応バッテリーのインジケーターついてるんだ、アプリに、ということでね、もうほとんど電池残量がなくなってきていますので、まあ、そろそろ切れるのかなと。1時間取れるか取れないか、際どくなってきましたね。バッテリーがもうやばいんでしょうね。バッテリーマークが点滅し始めました。52分ぐらいでそうなってますね。ちょっと完璧じゃないけど、まあ、50分過ぎたあたりでもうそろそろやべえかなみたいな感じになってますね。あとはこのカラータイマーが鳴ってからどれぐらい録画ができるかっていうことだね。インスタとかは、まあ、これも設定あるか分かんないんだけど、インスタとかはバッテリーが切れそうになってくるとね、 GoTo なんかはね、振動で教えてくれるんだよね。そういったことがあれば一番いいんだけど、いやでもね、首振った時のね、軽さがね、いいな。うわ、人歩いてるよ。頭おかしいな、あの人。歩道を歩けばいいのにね。あれなんだろうね、まあ基本的にあれだよね、歩行者の逆走みたいなもんだよね。でもあの人なんかランナーっぽかったから、もしかしたらここずっと来たのかな。そしたらもうすごいな。59分、お、あと1分で1時間ですね。これいけるか、1時間。 GoPro 今豊洲だから、あと家帰るの20分ぐらい。あ、音鳴りました。